我が道を突き進めというねメッセージをね桜井さんがね送っているのだというふうに僕は解釈いたしました。じゃあタスルの名言チャンネルへようこそ。はい、さて今回なんですけども皆さんご存知国民的人気ロックバンドのミスターチルドレン通称ミスチルと、ね、これまた国民的人気ロックユニットビーズのボーカルでもありたまにソロアーティストとしてもね活躍しているここのロックスター稲葉浩志さんの名曲の中の名言、自分が信じた道を突き進めと鼓舞する名曲の中の名言歌詞について僕がねどのように解釈したかなどを語らせていただこうと思います。はい、で今回もね名曲の歌詞シリーズなのでねもしその言葉を気に入ったらその曲も聴きましょう、ね、概要欄に貼れたら貼っておきますのでぜひでも気に入ったらねもう購入までしちゃってください。はい、では早速いきましょう。まずはミスチルのこちらの名曲の名言です。この名言はですね、1998年2月にリリースされたミスチルの14作目のシングル西へ東へといういろんなことがね、嫌になり自暴自棄に陥ってしまった人へ送るどんなことがあろうが西へも東へも必死で突っ走って生きていけみたいな感じのその不器用に生きている人をね、応援している曲の歌詞の一部です。この名言のね、僕の解釈はその情報過多のね、社会でそのたくさんあるね情報を意識的あるいは無意識になんかインプットしすぎてもう何が嘘で何が真実の情報なのかもう分からなくなって胸焼けをしそうなやつは一旦止まれと。これ以上ね悪い方向に行かないためにはもう情報をねインプットするのをそこそこにしてもうあとは自分を信じて我が道を突き進めというねメッセージをね桜井さんがね送っているのだというふうに僕は解釈いたしました。はい、まあ多分そうですね。はい、でですね、まあこの曲がね発表されたのはね98年なんですけどももう現在はさらに情報多いですよね。あの当時はなかったスマートフォンというね小さなコンピューターを、まあ、みんなが持ってて、まあ、家でも外でも知りたいことはすぐ検索できてまあ便利ではあるんだけどもそれをやりすぎるとなんか胸焼けというかね本当なんか疲れちゃいますよね脳が。うん、疲れたりとかまあ、もちろん目も悪くなったりとかしてそのなんか他のちょっとした病気なんか聞いた話によると吐き気そのスマホをやりすぎて吐き気するとかね頭痛するみたいな話もなんか長所を聞いたりするんでそうやりすぎるのは良くないんですよね。なんか痛みを感じちゃいますからこれはねマジでねこういうことは注意が必要です。はい、もちろん人ごとではないですからね僕も本当に気をつけないといけないので、はい、なので、ね、なるべくそのまあ、特にネットの情報はね本当にインプットしすぎない方がいいと思います。なるべくその自分がすでに持ってる知識を信じて行動するというのも、まあ、非常に大事なことなんじゃないかなとこの歌詞をね見て改めて思いましたね。はい、他にもねこの曲で僕が好きなフレーズをねちょっと紹介させていただくとこちらです。この詩に関して一番好きなのは非常事態ってやつも歓迎ですっていうところですね。まあその非常事態にもよりますけどもまあ多少のねそのピンチはやっぱチャンスに変えられると思うんでねまあだから桜井さんはねもうだまあおそらく本当ピンチはチャンスに変えるいい機会だっていうふうに多分思ってるんだと思うんですよね。そういうなんかポジティブな精神がいいですよね。うん、西へでも東へも必死で猛ダッシュして生きていくぜみたいな、時にはそういうことも必要だなと思いますね。はい、では続いて稲葉浩志さんの名曲の名言です。この名言は2014年5月にリリースされた稲葉浩志5作目のスタジオアルバム
シンギングバードの4曲目に収録されたゴールデンロードという主にね夢を追う人へ向けた自分で決め信じた道ならばそのまま突き進めよと鼓舞する曲の歌詞の一部です。もう本当にねおっしゃる通りですよね。これは俺はねこの信じた道を通り成功して生きていくという情熱があるならばもうそのまま突き進めよと、ね、その道の途中でねちょいと失敗して、まあ、痛みを感じることもあるかもしれないけどももう行き先を疑うなよということですよね、うん、とにかく情熱に従えということですね。なんかこういうような言葉結構ねスティーブ・ジョブズかなんかも確か言ってますからね。情熱に従うっていうのは多くの成功者も結構言ってることです。他にもねこの曲もまあ本当名言だらけなのでねもう少しだけね引用させていただくとこのようにも歌われています。ということでね、今回はミスチルと稲葉浩さんの名曲の中の名言、自分が信じた道を突き進めと鼓舞する名曲の中の名言、歌詞について語らせていただきました。ね、ぜひね、よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。それでは、ありがとうございました。